あとなんか please っていうと行動主は相手じゃないですか。だから人に頼むっていうことが割とこう当たり前の文化なのかな。なんか日本だとちょっとご迷惑をおかけしてしまってとか自分で何とかしなきゃいけなくてみたいなのがデフォルトであるような、私なんかは割とそういう感覚いまだにある気がするんですけど、まあ、だいぶ慣れてきましたからね、だいぶ違いますけれども、そういう時にこう相手がやってくれるっていうことに対してこうなんかそんなに悪びれてない、全然悪びれてないですよね、イギリスの人とかって。まあ、です普よ通ね。にそうですね。何か頼みますよね。頼みますよね。なんかうん、頼みます。お水をお継ぎしましょうかとか、ミルクどうなさいますかとか、なんか言われた時にもすぐにさらっと、Please って言いますよね。あ、結構ですとか言わないんですよ言わね。ないですよね。あ、すいませんとか遠も慮。言わないですよね。遠慮しない。そうですね。遠慮はあんまりしないです。本当に欲しくなかったらノーサンキューって言うだけですもんね。そうですよね。私それで結構間違ったことがあって、私紅茶をいただく時にお砂糖を入れないんですけれども、このミルクはお砂糖はって言われた時に、ありがとうございますのつもりで「サンキュー」って言ったら、ミルクだけ欲しかったんですけど出てこなかったことがあって、いやミルク待ってるんだけどなとか思った時に、え、だって「サンキュー」って言ったからって。え？って言ったら、Yes, please, no, thank you という組み合わせだよねっていうふうに言われて、あ、で、私、Thank you って言ったから、いらないっていう意味になってしまったんだっていうふうに、そこで分かりましたけど、そう Please でってす言わね。なきゃいけなかったですね。そうですね。Yes。あるいは Yes, thank you でもよかったかもしれないですね。そう、私、そういうつもりだったんですけど、いや、Yes、なんか、Yes, please, no, thank you と思って、Thank you って言ったから、いらないんだと思った。っていうようなことがありましたね。そう、Yes って切っておいて、Thank you だったらいいかもしれない。ないそうでですすね。ね。Yes, thank you, please とかね。そんな感じですよね。多分それだったらよかったかなって思いました。出てこなかったのでショックでした。その時は。そうやってね、一つ一つ細かいところで失敗しながら学んでいきますよね。そうですね、本当ですね、おっしゃる通り。では、お仕事の場面とかでは何かありますか？そうですね、多々あります。私の、ビジネスパートナーは、英国人の、ビジネスマンで、年も、60超えて百戦錬磨の人たちなんですよね。で、彼らと、議論というよりも、普通にこう話をする時でもなかなか自分の意見を入れるタイミングとかすごく難しいんですよね。とにかくざーっと話すんで、もちろん彼らの気質もあるとは思うんですけれども、そういった時にこううまく、どうやってこう口を挟むのかなっていうのは私の課題だったし、今でも課題なんですけれども、その本の中でね、いろいろうまい言い方がちょっとあったので、そういうのをこう勉強してます。例えば、日本人だと「すいません、ちょっといいですか」みたいな感じで「excuse me」とか使っちゃうんですけど、ちょっと「excuse me」だと「え？」なっちゃったことがあったんです。なんかこう「私ほらほら私私」みたいな感じのニュアンスなんですかね、おそらくね。でも多分ここで教えてもらって、この本で教えてもらってるのが、Sorry とか、Excuse me までいかなくて、Sorry、もう軽く言う、Sorry, can I interrupt you とか、Sorry, can I jump in here とか、すごくこう簡単に、Sorry でいいんだなっていうことがよく分かったっていうのがまず大きかったですね。本当に、で、よくよく聞いてみると、あ、Sorry とか言ってるんですよね。で、それ私は聞こえてなかった。だけれども、この本も読んで、自分で使ってみたときに、で、いろんな人の周りの会話を聞いてみると、Sorry, no, it's not right, it's not there とか、Sorry 結構使ってんだなっていうのがよく分かりました。ここも面ね、イ白いギリと思スの人よく使いますよね。います。使ってんですよね、なんか。Excuse me のところで Sorry って言いますよね。Sorry, may I とか、確かちょっに。といいですかみたいな。Sorry, can I とか。その後言わないで、
こう手を出して、それ汚い、水ちょうだい、汚い何みたいな感じで、汚い何みたいなですよね。それ just one second とか、なんかちょっと待って、一瞬待ってみたいな。ソーリーしょっちゅう言ってますよね。言ってますね。そう思いますね。私もそう思います。うん、なんかあとこういう一言ちょっといいかなっていう時って、日本語もそうですけれども、本当に短く間髪つけずにさって言わないと、うん、なんかみんなこう入れないんですよ、ね、待ってるんだけどっていう感じになるじゃないですか。はい、なので excuse me ってやって1、2、3みたいな感じになると。うん、待ってるんだけどって入れない感じが、なんか入れない感じですけど、それから say something again みたいな、こう一瞬で、そういうことですよね。もう一瞬で入るっていうのが、なんか本当にこういうフレーズってもうすぐその瞬間にもう1秒もかからないぐらいでさっと入れないと、結構こうあれですよね、あのスピード勝負ですよね。本当にそう思います。その時のストーリーってごめんなさいっていうよりも、あ、ちょっとちょっとごめんみたいな、そのくらいのニュアンスですね。それだと思います。ちょみたいな感じですよね。まさにそう、おっしゃる通りだと思います。はい、あのちょいごめんって、あ、もうまさにそれだと思います。うん、すみませんって感じじゃないですよね。すみません、 excuse me、 ちょっとすみませんみたいになるんだけど、そういうのだ、ちょっといいかなみたいな感じですね。確かに、はい、おっしゃる通りだと思います。なんかそういったところちょっと気を使うところですよね。そうですね、うん、小さいことなんだけど、でも彼らが使ってる言葉と私たちって言っていいんですかね、私がまあ日本で、まあ、中学高校ぐらいまでやった、はい、英語と言葉は同じなんだけど使い方が全然違うっていうの結構あって、あ、ソーリーとかもとかして、ソーリーもそうですし、それからさっきの夫に対して窓開けてくださいも、Could you please open the window で丁寧語って言われてるのに、すごくあんたのスタッフじゃないよとか言われてしまったりとか、そういうなんかこうかな、はい、管理がしてるなっていうのはすごく気づいたですね。そうですね、私はあったと思います。なんかそういう感じのことを言ったら、なんかやっぱり言われましたよ、そういうようなことを。何だったかな、なんか方向性としてはなんだろうな、 Don't tell me to do things、 ちょっとそれきついかな。なんかとにかく Ask Don't tell me、うん、みたいな、なんか、あ、そうです、それはそうですね、 Ask なんですよ。そうですね、あのオーダーとか、うん、それから、うん、まあ、ダメなんですね。これもこれ家庭内じゃなくてビジネスもそうなんですけど、やっぱりこちらって、まあ、日本人の、まあ、男性とか女性でもいいんですけれども、ちょっとマネージャークラスになった時に、はい、This is my order、 指示って言ったんですよ。 あるいは instruction、 はい、そう、 This is my order、 This is my instruction ってスタッフの方に言ってしまうのですが、これすごくダメなんですよね。 Ask なんですよ、お願い、依頼。これもマネージャーのトレーニングとかするときに割といろはって教えてもらうことの一つというか、まあ、当然こっちの人間の人たちはオーダーしないから Ask なんですけど、日本の方すごい間違いますよね。 This is my order、私の指示ですっていう言い方、すごい怖いですね。すごいこっちの方にとってはオフェンディになっていて、うん、なんかこれはカルチャーの違いですね。女王様か王様みたいです、うん、ペーカーっていう感じですね。はい、なんかだからどんなに上司でも偉い人でも Ask なんですよね。 Can I ask you、そうだと思います。 Do you mind if I ask you って必ず言いますよね。おっしゃる通りだと思います。あの大昔に、それこそ学生時代か何かに英語系の雑誌で日本で読んだことの中に、そういうアメリカで日系の企業で管理職に駐在されていた方の非常にこう失敗談といいますか、反省のお話が載っていて非常に印象的だったので覚えているんですが、それがその秘書の人があの辞めることになって、で現地の人だったのでアメリカ人だったんですね、女性の。でその辞めた理由っていうのが、実はあなたは一度も Thank you とか Please を言わなかった、
それが理由っていうか一番の大きな理由で、なんか一言ぐらいは嫌味も言ったのかもしれないんですけど、 like thank you will be nice とか please will be nice とか、でもちょっと立場が師匠っていうか下なので、下っていうのはそういう上下があるので言いにくかったのか、まあ、とにかく一度もそういうことをおっしゃいませんでしたねっていうことを言われたって言っていて、愕然としたっていうふうに書いてありましたよね。うん、まあでも分かるような気がしますね。そういう方結構おられるんじゃないですか、もしかして。でもそれカルチャーにあまりないかもしれないですよね。どうなんでしょうかね。今のね、私ももう日本にずっと帰ってないから、日本の方随分また違うワーキングエンバイロメントなんじゃないかなと思いますけれども、はい、うん、ぜひ。確かにあの直訳して英語で言った時にプリーズもサンキューもつかない形で、私たちとしてやってくださいねとか男性もおっしゃってるかもしれないですよね、うん、その英語でもおっしゃっているんだけれども、ね、実はそれがやれみたいな感じになってしまって、うん、ことにね、なかなか気づけないという。そうですね、さっきの私の夫に対するのと全く同じですよね。すごく命令口調に聞こえてたんでしょうね。残念ですよね、そんなつもりは全くないのに。そこですよね、そういうつもりがって言っているんだったら一つだけれども、うん、はいはい、違うわけですよね。おそらくそうじゃないですよね。そういうふうにだって教えてもらってないから、間違って教えておられたので分かんないんですよ、うん、そうですよね。いや、はい、本当にあのプリーズ一つでもつけてもなんかすごく言い方にもよってもきつくなってしまったりとかもするので、なんかもうちょっと言葉を足すとかですか、ね、そうですね、うん、ありますよね。難しいですね本当に、まあ、難しい本当に